ハッテラ水泳放題の戦いは南北戦争初期の小さいが重要な戦闘である。ノースカロライナ州アウターバンクスにある南軍の砦り2つが1861年8月28日に始まった北軍水陸共同攻撃に屈した。南軍砦の装備が悪く、人員も整わなかった部隊は北軍の7隻の艦船から砲撃に耐えることを強いられ、 しかもそれに反撃できなかった。被害は軽かったが、守備隊は、この一方的な戦いを続けないとを選び、戦いの二日目に降伏した。この戦闘の直接の結果として、南軍による北部の海洋攻撃に対する妨害が、著しく現じられ、北軍による南部港湾の封鎖範囲が広がった。さらに重要なことは、北軍政府が、 ノースカロライナのサウンドに入ると終えたことだった。ノースカロライナ州のいくつかの都市は直接脅威を受けるようになった。さらに、サウンドは南軍の守るバージニア州の海岸部、特にノーフォークの裏玄関だった。この戦闘はいくつかの理由で重要である。これは南北戦争の北軍では初めての意義ある勝都市だった。 1861年7月21日に行われた第一次ブルランの戦いでの敗北の後、海戦当初に重たい雰囲気にあった北軍支持者を勇気づけた。これは海軍による封鎖戦略の最初の適用例だった。アメリカ陸軍とアメリカ海軍の部隊を巻き込む最初の水陸共同作戦であり、最初の統合作戦だった。 最後に砲撃艦隊による新しい戦術が採用された。艦隊は動き続けることで、艦船の大砲に対する陸の大砲の伝統的な優位をほとんど排除した。ノースカロライナ州のサウンドは、ポイントルックアウトからバージニア州との宗教まで海岸の大半を占めている。その東の境界はアウターバンクスであり、 北部の海洋交易を襲撃するにはほぼ理想的な位置にあった。南軍の東端にあたるハッテラス岬は、この井戸では約3ノットの速度で流れるメキシコ湾流が見える位置にある。カリブ海で交易する船舶は、ニューヨーク、フィラデルフィアあるいはボストンに帰るときに、この北へ向かう流れに乗って所要時間を短縮できる。襲撃者は、 死略船であっても州が所有する船であっても、アウターバンクスの中におれば、気象や北軍の封鎖船体から守られ、防御力のない犠牲者が現れるのを待てばよかった。ハッテラス東大に駐在した、見張り番からの合図で襲撃者は飛び出して、捕獲に向かい、多くはその日のうちに帰還することができた。北軍の反撃から襲撃者を守るために、ノースカロライナ州は、 アメリカ合衆国から脱退した直後に、サウンドからの出入りが可能な水路に面した入り江に、砦を建設した。1861年、概要公開が可能な船舶が、航行可能な水深のある入り江は4箇所、ボーフォート、オクラ航ーク、ハッテラス及び、オレゴンの各入り江だった。その中でも、ハッテラス入り江は重要であり、ハッテラス取りと、 クラークトリデという二つのトリデが配された。ハッテラストリデは入江に近接し、ハッテラス島のサウンド側にあった。クラークトリデは約半マイル南東で大西洋に近かった。これらのトリデは強固ではなかった。ハッテラストリデには8月末に据えられた10門の大砲があるだけであり、他に5門の大砲は据えられていなかった。 クラークトリデには5門の大砲があるだけだった。さらに、大砲の大半はやや軽量の32ポンド砲以下であり、射程距離が限られ、海岸の防衛には不適切だった。人的資源の問題はさらに悪かった。ノースカロライナ州では南北戦争で22個の不評連隊を立ち上げ装備させたが、そのうち16個連隊はバージニア州での作戦に引き抜かれていた。 残された六個連隊で、ノースカロライナ州の海岸線すべてを守る必要があった。第七ノースカロライナ志願連隊のわずかな部隊のみが、ハッテラス入りへの二つの砦に入った。他の砦も同様にわずかな兵力で守った。オクラコーク、ハッテラス、クラーク及びオレゴンの各砦合わせても1000名足らずだった。援軍が必要になれば、 遥るか遠いフォートから送るしかなかった。奇妙なことに、ノースカロライナ州軍当局は、その守備のお粗末な状態を秘密にしておく努力を、ほとんど払わなかった。捕獲されたり難破して、犠牲となった北軍の船長数人は、故郷へ帰るのを待つ間に、張ってらす島かその近くで緩やかに、拘束されただけだった。 彼らは事実上取りでに自由に接近することを許され、あらゆることを記憶にしまった。北部に帰ると少なくともそのうちの二人は、十分に貴重な情報を海軍省にもたらした。ハッテラス入り江から発する北部商船に対する略奪行為は気づかずに過ごされるわけにはいかなかった。保険業者は、海軍長官、ギデオンウェルズに救済策を要求した。 ウェルズは最速を必要としなかった。すでに封鎖戦略委員会からの報告書で、ノースカロライナ州海岸の封鎖を完全にする方法が提案されていた。委員会は、古い使用に耐えない船舶に底にお積み、入り江に沈めて封鎖することで南部の海岸を使用できなくする方法を推薦した。ウェルズ長官は、委員会報告書を受け取って間もなく、 その推薦案の実行に取り掛かった。H.S. ステルワーゲン海軍中佐にチェサピーク湾に行って適当な古い船を購入するよう命令した。それと同時に大西洋封鎖船隊指揮官、サイラス・ H ストリンガム海軍将官にその行動を報告するように言った。こうしてストリンガムはノースカロライナ州海岸封鎖の任にあたる海軍士官になった。これが ハッテラスイリへの攻撃になるものに対するストリンガムの最初の関与だった。そのうちにストリンガムはこの遠征で最も重要な人物になった。ストリンガムは初めからイリエを封鎖する計画に反対した。潮流が障害物を洗い出してしまうかあるいはすぐに新しい水路を作ってしまうと考えた。ストリンガムが想像したようにイリエが北軍によって 実際に支配されなければ、南軍はサウンドへの行き来を止められなかった。還元すれば、ノースカロライナ州のこの地域に実行ある封鎖を行うためには、ノースカロライナ州が作った取を占領する必要があるということだった。海軍は単独でそれを実行できなかったので、陸軍との共同作戦が必要だった。陸軍は実際にそうなったように喜んで協力した。 陸軍は、処遇しなければならない。政治力があるが、すでに軍事的には無能と分かっていた、政治家将軍、ベンジャミン・バトラーをどうにかする必要があった。バトラーは、この遠征のために800名ほどの兵士を集めるよう、命じられた。バトラーは、間もなく880名を集めた。ドイツ語を話す、第20ニューヨーク志願連隊から500名。 第9ニューヨーク士岸連隊から220名、沿岸警備隊から100名、及び第2アメリカ砲兵隊から正規兵20名だった。これら兵士は、ステルワーゲン海軍中佐が購入した2隻の船、アデレードとジョージ・ピーボディに乗せられた。この2隻は、ハッテラスの嵐に耐えられないだろうという反対の声には、ステルワーゲンが嵐なら上陸もできないだろうから、 この遠征は、晴れた日にのみ進行できると指摘した。バトラーが部隊を集めている間、海軍将官ストリンガムも準備をしていた。ストリンガムは、陸軍省が、バトラーの上官であるジョン・イーウール少将に、この遠征計画は、海軍省で作られており、その統制下にあるという文章を含む命令を発した、ことを知った。ストリンガムは何か まずいことがあれば避難されることになると考え、自分の作戦を遂行することに決めた。この遠征には7隻の艦船を選んだ。すなわち、USS ミネソタ、USS カンバーランド、USS サスケハナ、USS オバシュ、USS ポーニー、USS モンティチェロ及び USS ハリエットレーン、だった。ハリエットレーンは、国税局のカッターであり、それ以外は全て、 アメリカ海軍の艦船だった。ストリンガムは上陸のために使う磯船を牽引する、時に必要なタグボート USS ファニーもその部隊に、含めた。1861年8月26日、サスケハナとカンバーランドを除く船体は、ハンプトンローズを出港して、ハッテラス岬近辺まで開港した。その途中で、カンバーランドと合流した。 船隊は8月27日に岬を回り込み、守備隊が十分に見える入り江近くで停泊した。ハッテラストリデとクラークトリデを指揮する第七、ノースカロライナ風評連隊のウィリアム F ・マーティン大佐は、その580名の部隊では援軍が必要なことを理解したので、オクラコークトリデとオレゴントリデからの援兵を要求した。マーティンと、その守備隊にとって不幸なことに、 トリデの通信は、時間がかかり、最初の遠兵が到着した翌日遅くでは時すでに、遅かった。8月28日朝早く、USS ミネソタ、USS オバシオよび USS カンバーランドが、クラークトリデへの砲撃を開始し、軽量の艦船は東に、約3マイルの地点に輸送艦を誘導し、陸軍が上陸を始めた。ストリンガムは、オバシュが、 カンバーランドを引っ張る形で、その感染をこう描いて動かした。午前11時頃、USS サスケ花が、戦列に合流した。これら感染は砦にその原則砲を向けて発砲し、後方の射程外に尻いて玉はめし、また戻って発砲した。動き続けることで、砦の砲手が砲撃の間に照準を強制できないようにし、 このやり方で艦船の大砲に対する陸の大砲の伝統的な優位をほとんど排除した。この戦術はクリミア戦争のセバストーポリンの包囲戦の時にイギリスとフランスの戦隊が使っていたがアメリカ海軍が使ったのは初めてだった。クラークトリデからの反撃は無効であり、手前で落ちるか頭上を飛びすぎて砲撃してくる艦船に当たることはなかった。 正午少し過ぎ、守備隊の弾薬が枯渇し、午後12時25分に完全になくなった。この時点で守備隊は取りを放棄し、ハッテラス取り出に逃げるものもあれば、ボートで逃げるものもいた。北軍部隊を指揮するマックス・ウェーバー大佐はこの時、すでに上陸しており、取りの様子に気づいて部下に、そこを占領するよう送ったが、海軍の戦隊は気づかず、その後5分間は、 攻撃を続けた。上陸部隊が唯一の損失を受けたのはこの混乱の数分間のことであり、兵士の一人が砲弾の破片で手に重傷を負った。幸運にも上陸部隊の数名が大きなアメリカ国旗を振ることで艦染の砲手たちの注意を引くことができ、艦砲射撃が止まってそれ以上の被害は出なかった。ストリンガムとその部下の艦長たちは はってらす砦りに、その注意を向けた。一方、上陸はそれほどうまく運ばなかった。風が起こって、波を立て、上陸ボートを水浸しにして転覆させ、バトラー将軍がそれ以上の上陸を中断させなければならなかったとき、まだ部隊の3分の1しか上陸していなかった。ウェイバー大佐は配下に318名しかいないことが分かった。これには、 自身の連隊である、第20ニューヨーク不評連隊からの102名だけでなく、第9ニューヨーク不評連隊からの68名、沿岸警備隊からの28名、砲兵隊45名、海兵45名及び重砲を操作できる水兵28名が、含まれていた。いそ船から岸に何とか上げることができた2門の野砲で、南軍の反撃があったとしても防ぐことはできたが、 ハッテラストリデに攻撃をかけるには勢力が不足した。ハッテラストリデに対してストリンガムはクラークトリデに対してやったようにその感染を動かし続けた。守備隊は散発的に発砲することで弾薬を節約しようとしたのでストリンガムはトリデが放棄された可能性があると考えた。ストリンガムは USS モンティチェロを入り江に入れて様子を探らせたが その時取り出が生き返った。モンティチェロは脱出しようとしている時に座礁し、この状態で砲弾を5発受けた。水兵が数人軽傷を負ったが、モンティチェロには深刻な損傷にならなかった。この日が終わる頃、船体は天候が悪化する可能性に交代し、疲れ切った、守備隊は援軍を待ち焦がれ、上陸した北軍は飲み水が乏しくて、夕食も取れず、 その敵軍が期待している援軍が来ることを恐れながら、眠りについた。暗くなってからのどこかの時点で援軍が砦に、到着し始めた。砲艦 CSS ウォーレン・ウィンスローが、オクラコーク砦からいくらかの守備隊を運び込み、その水兵のいくらかも、大砲を操作するために残った。このことで、ハッテラス砦の兵員は700名以上となり、さらに、ニューバーンからの援軍も期待できた。 援軍を連れてきたのは、海軍将官、サミュエル・バロンであり、ノースカロライナ州とバージニア州の海岸防衛軍を指揮していた。マーティン大佐は疲労困憊を訴え、バロンに指揮を取ってくれるよう要請した。バロンは、ニューバーンからの援軍が到着すれば、クラーク・トリデを取り返すことができると信じていて、これを受けた。二日目の夜明けに守備隊の望みは消し飛んだ。天候が、 穏やかになり、北軍の船体が戻ってきて、艦砲射撃を再開するのを可能にしていた。また輸送船を派遣して、援軍を上陸させることも可能だった。船体は当初動き回ることを続けたが、間もなく鳥の大砲からの射程から外れていることが分かった。その後の艦船は場所を変えずに、反撃される恐れのない鳥への砲弾を降り注いだ。 取り出の兵士たちは、耐え忍ぶしか手段がなかった。約3時間後、バロンは士官たちの作戦会議を招集し、たとえ損失が極小であるにしても、休戦条件を求めることに決した。バトラーは、降伏を要求し、バロンが応じた。戦闘は終わり、生存者は、戦争捕虜キャンプに向かった。捕虜の数は691名に上り、負傷者を含んでいるが、 逃亡者は含んでいなかった。ベンジャミン・バトラーとサイラス・ストリンガムは戦闘後即座にそこを離れ、バトラーはワシントンに、ストリンガムは捕虜を伴ってニューヨークに向かった。それぞれがこの戦勝の功績を自分のものとしようとしていることに批判が出た。しかし、どちらも管理部門が持っていた当初のハッテラスイリエを封鎖しようという作戦を 捨てさせたことに満足した。この入り江が北軍の支配下に入ってしまえば南軍はもはや使えなくなり、実際に北軍はサウンドの中で襲撃者たちを追跡できた。指揮官たちとその支持者は数週間この功績をさらに利用するよう訴え続けたが、それは不必要だったように見える。陸軍省も海軍省もすでに入り江を保持し続ける。 ことを決定しており、翌年早くに、ノースカロライナ州本土に対する、水陸共同遠征を行う入り口として使われる、ことになった。その上級陸軍指揮官、アンブローズ・バーンサイド殉将にちなんで、バーンサイドのノースカロライナ遠征と呼ばれることになる。その作戦は、サウンドから完全に、小船襲撃行動を排除した。北軍が、ハッテラスイリエを保持し続けることは、 南軍当局にも助けられた。南軍は、オクラコークトリデと、オレゴントリデの砲台も防御できないと、早々に判断し、それらを放棄した。トリデを砲撃するときに艦船を動かし続けるという、ストリンガムの戦術は後に、サウスカロライナ州、ポートロイヤルの戦いで、サミュエル・フランシス・デュポン海軍将官が使った。この戦術の有効さにより、海軍の大砲に対して、 砦の固定された大砲の価値を再考させることになった。この戦闘の物理的証拠は残っていないが、戦場後は、ハッテラス岬国立海岸の中で保存されている。陸軍、ベンジャミン・バトラー少将 US セスモンティチェロ海軍、サイラス・ H ストリンガム海軍召喚客中で、使われている略語の説明。ありがとうございます。